皆さん、こんにちは。私は FA プロダクツのスマートファクトリー事業部の谷口と申します。FA プロダクツのデジタルツイン実現のステップと題しましたセミナーをご覧いただきまして誠にありがとうございます。それでは、えー、アジェンダの方をご紹介させていただきます。はい、えー、この動画ですけれども、まず、えー、この動画ではですね、こちらにあります FA プロダクツ。 およびチームクロス FA。こちらのご紹介。そしてデジタルツインとはというところと、本日のサマリーですね。この動画のサマリーのご紹介をさせていただきます。次に設備データの収集と統合方法。こちらですね。こちらの動画。またこれは別リンクになっておりますが、こちらが第2弾となっております。3つ目。シミュレーションソフトウェアによるデータ分析について。 4つ目デジタルツイン完成形デモとありますが全体は3部構成のセミナーとなっておりますまずは FA プロダクツの会社概要からお話しさせていただきます私ども FA プロダクツは現在56名の社員がおりましてコネクテッドインダストリーズを世界へというビジョンのもとにスマートファクトリー実現における総合支援私のよるスマートファクトリー事業部ですね そしてもう一つスマートエネルギー実現における総合支援というスマートエネルギー事業部という二つの事業を行わせていただいております。チームクロス FA をご紹介させていただきます。チームクロス FA というのはスマートファクトリー製造業の DX これを実現するためのですねサービスを提供する企業コンソーシアムになっております。会社としては計12社で 構成されておりまして、大きくは漢字企業、そして公式パートナー、公的機関と3つに分けて構成されております。私ども FA p ロダクツはこの漢字企業の中の一社となっております。ここにも書いてありますが、製造物流のスマート化を一貫サポートする企業コンソーシアムとなっております。チームクロス f a が提供するサービス領域ですけれども、えー チームクロス f フの中の先ほどの幹事企業がですね、この製造部分、あとは物流部分、こちらのデジタル化および DX 化、こういったところのサービス提供をさせていただいております。ただ、製造業は,これ,だけではあり、ま、これだけではありませんので、調達であったり、営業販売の部分、人材の部分、設計開発連携の部分、 こういった部分のです、ね、デジタル連携をです、ね、総合的に提案して実装まで提供することができるチームがこのチームクロス、FA、になっておりますではここからは本題であるセミナー内容のサマリーについてのお話をさせていただきます。今回デジタルツインセミナーとなっておりますがデジタルツインの構築が目的ではなく企業価値の向上が目的となると思います。 なので最終的に企業の価値が向上する製造業 DX の実現を目指す必要があります。その製造業 DX を実現させるためには単に新しい工場を作るだけではなくデジタルファクトリーと各種企業業務のデジタル連携による企業全体の価値を高められる全体最適な工場づくりというものが必要になります。デジタルファクトリーの構築のためにはこの6つの管理項目、それぞれのデジタル化、 そしてそのデータをシミュレーションや AI などのツールでデジタルツインモデルで最適化をして最適化したデータで自律制御を行う必要があります。そして構築したデジタルファクトリーを企業活動と連携させることで全体最適化された製造業 DX を実現することが可能です。えー、ではもう少しデジタルツインを詳しくご説明します。リアルの工場の設備であったり製品、人、エネルギー、 これをデジタル化してそのリアルタイムデータですねこれをデジタル空間上に作成したシミュレーションであったり AI のモデル上で再現をしますそこでさらに最適化を行って最適化されたデータでリアルの世界をコントロールするこれが私たちの考えるデジタルツインになります そして先ほどお話しした6つの項目ですね、ここに書いてあります、生産、品質、在庫、保守、エネルギー、物流。この6つの管理項目の中で、最も取り組みやすくて効果が出しやすいのが、この今赤く出ておりますけれども、生産、稼働領域のデジタルツインとなります。では、生産、稼働領域のデジタルツインを実現させるソリューションというものは、一体どういうものなのかと。 弊社がすでにお客様に導入していただいている LINE 投入計画の自動化ソリューション、こちらの方をご紹介させていただきます。いろいろなお客様にお話を聞きますが、この投入計画立案っていうのが、まあ、近年、急激にこう難易度が上がっていると、でその理由は何ですかって聞くとです、ね、大体こういつの間にかっていうキーワードが出てくるんですけれども、製品が多品種化していって、それに伴って工程が複雑化していく でも、お客さんからのリードタイムの要求は全然変わらないんだよねと。だからめちゃくちゃ難しくなっているんだというお話をよく伺います。実際、皆様の工場でも多品種化、あとはマスカスタマイゼーションですね、マスカス生産というような流れが加速していて、こういった状況が発生していませんでしょうか。生産効率の低下ですね。生産効率の低下でいうと、工程が複雑化して最適な計画が立てられないと。 最適なのかどうかしよくわからんとあとは段取り替えが増加してこう設備の稼働率がめっちゃ落ちてるよなんていうお話もよく聞きますでもう一つが2つ目にある管理工ーの増加ですねこれ品種が増えて検索項目とか管理項目がすごく増えてますよとさらにはまあ段取り替えだったりメンテナンスとかジグとかこういったものも増えているのでもうトータルの管理項目がとにかく多くなっていて、えー この関連に時間が取られていいると、そんなお話も伺います。3つ目で言うと、急な変更だったり、割り込み要求、ですね。えー、需要要測立てにくいということから、まあ、急にこう営業の方からです、ね、大口なんでみたいな話で割り込みがドーンと入ってくるとか、まあ、日ごとにやっぱり生産の計画の修正を迫られるというケースも結構あると。 まあそれに伴って急な段取り買いが発生する、まあ、そうするとですね、材料の廃棄なんていうことも出てしまうっていうケースもよく伺っておりますでもこういったこう複雑化しているですね、立案の業務がありますので、やはりこの立案プロセス自体は俗人化されていると、えー、特定の何々さんじゃないと、この計画立てられないんだよねと、この間俺立てたらさ、全然ダメだったわみたいな話とかですね。 えー、やっぱり時間がかかってしまうと、まあ、こんなことに困られているというお話はよく伺っておりますそこでよく使われるのは、えー、投入計画をですねなんとかこうデジタル上で計画が立てられるようにスケジューラーを活用しようなんていうですね、えー、ケースが結構出ているんじゃないかなとただこのツールも非常に便利ではあります、えー、こういったガントチャート上に、えー、ガントチャートで 実際にこう設備をどこからどこまでこの品種で使うようなんていうのが出てくるのは出てくるんですけども、えー、ただこれも最終的には立案担当者の経験と感覚っていうのがすごく必要になっていて俗人的な仕事からはなかなか脱却できないということで、えー、課題がの残ってらっしゃるというケースは結構ございます、まあ、結局ですねスケジューラーを使おうが人が立案するっていうことに変わりがないというふうになってしまっているので 特定の人がここに書いてあるようなでさまざまなパラメーターですね、段取り時間とか、材料変更とか、設備の状態とか、在庫とかですね、こういったパラメーターを頭の中でこう複雑に絡めながら、最適であろう計画を立案するというところに、まあ、変更がないというのが現状ですね。で、その立案した計画も、じゃ本当にこれ、効率が良くなってるのかっていうのは、やっぱりこう考えた人もですね、分かんないんで、もう一旦実生産に投入するしかないと。 あとは、現場のすり合わせと、あと残業とか、そういったところでなんとか成り立たせているというのが現状じゃないでしょうか。そこでですね、私どもは生産シミュレーターというものを活用した生産投入計画の自動最適化ソリューションというものをご提案させていただいております。このの絵ににもも、ございいまますすけれども機関システムに受発注のデータがが、入ってくるかと思いますが その受発中のデータをですね基幹システム側から各工場、まあ、もしかすると中間にメスなんかもあるかもしれませんがメスを通して各工場に生産計画として計画が配られるとで。配られた計画を現状で言うとこれ人がそれを見て今の設備の状況とか現場の状況に合わせて最適な投入計画に人の間骨で。 並べ替えるっていうことをやってらっしゃると思いますけれどもこの自動最適化ソリューションでいきますとここに自動最適化の生産シミュレーターというものを入れ込みますこれによってシミュレーターの方で最適な投入計画というものを自動で算出してくれるという機能がございますのでこの機能を使って自動最適化を行いましょうとただ一つ問題はですね 生産ラインの情報はやはりデジタルになっていてそのデジタルの情報で生産シミュレーターに与えてあげないといけないとこういったことが必要になってきますのでこれをですねトータルでご提案をさせていただいております。これが実現されることによってですね先ほど挙がっていました生産管理面の課題これが一気に解決できるはずです。 じゃあこれ具体的にどのように実現するんですかというお話になるかと思います。それをこのセミナーではですね、デモンストレーションを含めてご紹介をさせていただきます。では、この次のページでですね、この後の動画のサマリーをご紹介させていただきます。先ほどの生産投入計画最適化、これを自動化していくと、これを実現するのが私ども FA プロダクツの生産投入計画最適化ソリューションになります。 本日の動画では、この生産投入計画最適化ソリューション、これをですね、ステップを追って、え順々にご説明をしていきます。まず、ステップ1としましては、えー、各設備からのデータ収集になります。どのようにデータ収集すればいいかとえ。ここを詳細にお話しさせていただきます。次に、ステップ2。取ったデータをどのように集約すればいいか。 で、集約したデータをどのように次に受け渡すればいいかということをご説明しております。ステップ3では、集約したデータを、この生産シミュレーターを活用して、より効率的な生産投入計画を最適化していく、生成するということを実際にデモンストレーションを交えながらお話しさせていただいております。そしてステップ4。ステップ4はですね、これを まあ、いわゆる自律制御をしていくと、自動コントロールをしていくという内容になっておりますので、これはですね、実際にお客様の方で実現をしていただくという内容になっております。この動画では、ステップ1からステップ3までのご説明をさせていただいております。はい。ということで、この後にですね、具体的な内容のご紹介をする動画が控えておりますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。 では長いお時間頂戴しますけれどもよろしくお願いいたします。